今日は県内19の観測地点のうち18地点で真夏日となりました。広島市内のプールでは快晴のもと家族連れなどが夏の楽しい思い出を作っていました。広島市中区の最高気温は 33.7 度。中央公園ファミリープールには朝から暑さをしのぐ親子連れなどが訪れました。密集を避けるため同時に入園できる人数は最大1500人に制限されています。明日から雨なので今日来たんですけど、子どもたちも喜んでます。もうちょっとで夏が終わるんで、最後に夏休みも終わるんで来ました。流れるプール、滑り台とかが楽しいです。3年ぶりの行動制限のない夏休み、今シーズンの昨日までの入園者は7万3000人余り、入場制限が1000人だった去年の 1.5 倍以上になりました。制限のなかった3年前に比べても8割ほどに回復しています。楽しかったね、夏休み気持ちよかった、夏休みね、ずっとコロナで自宅療養だったんですよ。で、それで最後の思い出にと思ってきました。感染防止対策と入場者対応に苦慮しながら迎えたコロナ禍3年目の夏。子どもたちの笑顔と歓声に包まれたファミリープールは明日で今シーズンの営業を終えます。